はい、46ページ目です。こちらはここですね。非常に小さなレンジになってます。ここはほとんどボラティリティがない状況で上げ下げ上げ下げしてるんですが、一応ここ細かいですが、緑赤からの下半身が成立しております。でこの後は軽く上昇してますので、こちらについてはカテゴリー2にカウントしたいと思います。はい、では47ページ目行ってみましょう。はい、47ページ目来ました。47ページ目は1つでした。こちらですね、下から青、紫、緑、赤の緑、赤の下半身が発生なんですが、ここエントリー、ここの寄り付きでして、その後小さなコマなどがあってほぼ横ばってしまいますので、こちらについては、横ばい、カテゴリー3の横ばいにカウントしていきたいと思います。ただここですね、ずっとキープしようとすると、ここの緑でサポートしてますので、間もなくパンパカパンという状況ですから、ここ本来持てて、ここまで我慢できている方は、この後ずっとダラダラ大きく取れてくるようなポイントかもしれません。はい、では48ページ目行ってみましょう。はい、51ページ目です。51ページ目は結構細かいですね。まずこちら。こちらは下から青、紫、緑、赤の下半身発生。で、ここでエントリーすると、次の日寄り付きだとここですね。その後は上げ下げするんですが、ほぼ横ばいなので、カテゴリー3、横ばいにカウントしたいと思います。で、その次、こちらもそうですね。ほぼ横ばいです。で、ここだけは、ここで下半身発生して、次の日エントリーで、その後上昇しますので、こちらはカテゴリー2、その後も上昇にカウントしていきたいと思います。はい、では52ページ目行ってみましょう。はい、52ページ目来ました。52ページ目はこちらですね。はい、下から緑、赤、青、紫といった状況になっておりまして、下半身が成立で、ここから下からですね、1、2、3、4、4日で、青の60日線にあたり下落というところになっています。軽く上げてますので、その後も上昇にカウントしていきたいと思います。はい、では53ページ目行ってみましょう。はい、53ページ目来ました。53ページ目は一つだけでしたね。下からこちらですね、緑、赤、青、紫となっている、非常にやりにくいようなポイントになっているかと思います。ここで一旦上げて20日の緑の線にサポートされて再度上昇したんですが、ここで下半身、発生してますのでエントリーすると、次の日がコマで、その次の日が大きなヒゲ陰線ですね。団長であればまずここの下半身エントリーはしないと思います。理由としては青と紫の間にあるところにありますので、ここでの打診売りっていうのは控えたいと思ってます。で、万が一ここで、打診買いをしたとしても、次の日、ここでコマ出てますね。これは完全に上げ下げの局面に入ってきそうなので、ここで一旦撤退すると思います。もしくはもう一日我慢したとしても、ここの大きなヒゲ、このヒゲ陰線を見て必ずトレンドが転換して下落するだろうと予感し、ここでは、撤退の、切り方をしていると思います。はい、でその後見ていきますが、ここは特になさそうなのでカウント外になりますね。はい、なのでここは一旦上がってるんですが、上昇せず下落にカウントしたいと思います。はい、では54ページ目行ってみましょう。はい、54ページ目です。54ページ目は、この局面になります。下から数えると紫、青、緑、赤の順になってまして、ここで下半身が発生しています。で、次の日の寄り付きでエントリーするとこちらですね。こちらでその次の日が陰線、その次の日も陰線なんですが、ここはパンパカパンですし、赤の5日線を、陰線で割り込んでいないため、我慢するポイントかと思います。で、ここで下半身発生。で、エントリー。我慢、我慢とすると抜けますね。上に抜けて、その後も抜けると。で、下から数えると、1、2、3、4、5、6、7、8、9。相場先生の9の法則で、ここで切ることもできますし、もしくは陰線が2回出る。いや、赤と黒がくっつくところ。まあ、この辺ですね。結局この辺になるんですが、
このあたりで一旦理覚するポイントになってくるかと思います。はい、では55ページ目いってみましょう。はい、55ページ目です。55ページ目は対象となるポイントがありませんので、見送りたいと思います。では56ページ目いってみましょう。はい、56ページ目です。綺麗なパンパカパンですね。綺麗なパンパカパンを描いてます。で、こちらが一旦緑にタッチしてその後の下半身、ここはエントリーですね。やはりパンパカパン中の緑赤下半身は必ず、で最後にここですね、ここは急上昇しますよね。ここはまた押し目をつけて上がっていくということで、この3つはすべてカテゴリー1にカウントしていきたいと思います。はい、では57ページ目いってみましょう。はい、57ページ目です。まず一番左こちらですね、こちらはパンパカパンの中の緑赤下半身、必ずエントリーしたいポイントですね。こちらもカテゴリー1、大きく上昇しております。で、その次が一旦崩れるんですが、紫にサポートされてもう一度上昇にトライしていこうとしています。それが起こったのがこちらですね、下から緑赤での下半身になってます。で、こちらについてもここの寄り付きでエントリーしてもずっと取れていくのところなので、カテゴリー1にカウントしたいと思います。で、最後のところはこちらですね、その後パンパカパン崩れを起こした後再度上昇を試みようとしているところなんですが、ここについてはほぼ横ばってしまってますので、カテゴリー3、横ばいにカウントしたいと思います。はい、では58ページ目いってみましょう。はい、58ページ目です。58ページ目は対象がありませんので、飛ばしたいと思います。では59ページ目いってみましょう。はい、では59ページ目来ました。59ページ目は、3つありましたね。まずこちら、こちらは、緑がかなり上から下に向かってきているところに、逆に20日線、5日線は下から上げてきてますね。この急なクロスのところ、これはかなりエントリーしにくい場所ですが、一応ここは下半身発生してます。下から緑赤での下半身発生してまして、その後は、コマ、陽線とつけて上昇してますので、カテゴリー2、その後も上昇にカウントしたいと思います。はい、続いてこちらですね。こちらはいい感じですね。いい感じで、下から緑赤というような形で、下半身が発生しました。で、この後は上昇はしたんですが、ほぼ横ばってしまってますので、いい形でのエントリーだったかとは思うんですが、横ばいにカウントしたいと思います。はい、で最後はこちらですね。こちらは下から青、紫、緑、赤、緑と赤がいずれも上昇方向、上目方向になっている中での下半身ということで、これは綺麗に上がりましたので、カウントカテゴリー2でカウントしていきたいと思います。はい、では60ページ目いってみましょう。はい、60ページ目です。60ページ目は2つありますね。まずこちらは綺麗な下半身ですね。下から紫、青、緑、赤の綺麗なパンパカパンの始まりですね。ここまでは密状態でかなりしつこく絡み合って密だったんですが、ここで抜けたというところの下半身でした。で、この後は上昇してますので、カテゴリー2でカウントしたいと思います。はい、で、その次はこちらですね。一旦下落したんですが、ここも綺麗なパンパカパンからの下半身です。で、この後は横ばうんですが、パンパカパンの状態であれば赤と黒の5日線7日線を陰線で割り込んでませんので、ここは我慢のしどころでキープできるかと思います。で、その後トン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 と上昇してましたので、こちらはその後も大きく上昇でカウントしていきたいと思います。はい、では61ページ目いってみましょう。はい、61ページ目に来ました。61ページ目は綺麗なパンパカパン状態の中での3つあります。はい、こちらですね。こちらも下半身来ました。で、その後大きく上昇。で、こちらも大きく上昇。で、こちらは、そうですね、下から1回目、2回目、3回目、4回目と緑に当たってきて、そろそろ疲れてきたというところですね。この疲れてきたところで上昇の勢いは2万円の節目で当たってしまってますので、カテゴリー2でカウントしていきたいと思います。
ここを見ると、そうですね、緑赤パンパカパンの中での下半身というのはかなり有効な技だということがこれで見てわかると思います。はい、では62ページ目行ってみましょう。はい、62ページ目に来ました。62ページ目はこちらですね。はい、下から紫、青、ここで緑と赤がクロスしたところではちょうど下半身となりました。緑、赤というところで下半身が発生して、その後大きく上昇していったというような局面かと思います。はい、では63ページ目行ってみましょう。はい、63ページ目です。63ページ目は2つありました。まずこちらは下から緑、オレンジ、赤となっておりまして、完全にここはオレンジにサポートされてますね。オレンジの300日線にサポートされてからの下半身で、その後上昇したというところなので、カテゴリー2でカウントしたいと思います。で、その後こちらですね、オレンジ、緑、赤、青、赤というところで紫と青の間に入った非常にやりづらい局面にいるんですが、この状況でも緑と赤の傾きがしっかり右上を向いていると、そうですね、ここ下半身だとこの後上昇するということがこれで分かったような気がいたしました。こちらも大きくは上昇してませんので、カテゴリー2でカウントしたいと思います。はい、では64ページ目行ってみましょう。はい、64ページ目です。64ページ目は対象となる場所がありませんでしたので、スキップしたいと思います。はい、では次行ってみましょう。